ヒラノ耀の魅力、キムタクを超えて新時代へ。ファンとしてではなく、驚くべきスター性を持つヒラノ耀さんがこれまであまり露出していなかったことが不思議です。私自身はかつてのキムタクよりも平野さんの方が好感度が高いと感じています。ただ美しいだけでなく、様々な才能を兼ね備えた彼の魅力は非常に特別です。時折見かける、老外と呼ばれる人々が変化を恐れる姿勢は、 大手事務所やテレビ局にも見受けられます。若手から学ぶことを嫌がり、現場から遠ざかることは、社会が進化する中で最も恐れるべき姿勢かもしれません。しかし、平野さんはそのような枠にとらわれず、新しい時代のアイドルとして進化し続けています。さらに、平野さんが、キムタク呼びを嫌がっていることを知っています。 こうしたファンの気遣いも大切であり、彼の個性を尊重することが新時代のアイドルファンとしてのあり方と言えるでしょう。平野潮さんの広告効果や商品への影響は計り知れません。彼の独自の個性や魅力が広告以上のものを生み出し、商品だけでなく、彼を取り巻くコミュニティ全体に新しい価値をもたらしています。これからも彼の未知の可能性に期待し、若さと変革が生み出す新しい時代に期待しています。 このコミュニティでの反応もし唆に飛んでいます。コメントには、平野さんの美しさやカリスマ性に対する賞賛が多く寄せられています。特に、周囲への感謝や強い信念、決断力、そして心の綺麗さに焦点を当て、彼にしかない誠実さを賞賛する声があります。一方で、木村拓哉さんとの比較もなされています。キムタクさんが27歳の頃、平野さんも同様の年齢でありながら、その違いに注目が集まっています。 平野さんが持つ感謝の気持ちや強い信念、そして人としての尊敬される部分が際立っているとの声が上がっています。老害と呼ばれる人々が変化を恐れる姿勢についての議論が繰り広げられています。その中で、平野信シさんはビジュアルの美しさやカリスマ性だけでなく、周囲への感謝や強い信念、決断力、心の綺麗さで周囲を巻き込む誠実さを兼ね備えているとの声が上がっています。また、 平野さんの広告効果に触れつつ、彼が出演する CM が3本も控えていることがコメントによって明らかにされ、その活躍に期待が寄せられています。平野紫シさんの未来に対する期待感が現れています。彼の活躍が楽しみであり、今後も彼が切り開く道の可能性に期待が寄せられています。これが新しい時代のアイドルが生み出す明るい未来につながることでしょう。最後に、記事はキムタクとの比較や、 木村拓哉さんの成功の道のりに触れつつ、平野紫耀さんの活動が今後どのような展開を見せるかに期待を寄せて結びつけています。彼の活動は老若男女、幅広い購買層に支持されており、ファンとアンチが共存する独特な魅力を持っています。これからも平野紫耀さんが新たな風を吹き込んでくれることを期待し、その多様性と魅力がコミュニティに新しいエネルギーをもたらすことに期待しています。